せーの、まこです。今日の動画は絶対にイルミネーションに打ち勝つ最強クリスマスデートメイクをやってみました。最後までお楽しみください。イルミネーション見に行くときってだいたい夜だと思うんですけど、やっぱ乾燥させたくないじゃないですか。今はコットンで置いてるんですけど、全然パックシートとかで十分に保湿をしてからベースをするとやっぱ全然違うので、しっかりめにやっていきます。アクセーヌのモイストバランスローション化粧水、これを染み込ませてやってます。セラミドは保湿力が高いのでちょっと助けてもらおうっていうね感じで、はい、このまま10分ぐらい置きます。でその間にちょっと気休め程度の頭ほぐし、今私が使ってるのはこのリファのヘッドブラシを使ってます。こうやってコリをほぐしまして、そしてリップを塗っちゃいます。これは私が大好きなビセのリッププランパーがあるんですけど、その新色が出たんですね。これは BE300 っていう色で、これめちゃくちゃいいよ。見ててね、ほらこんな感じでちょっと色がつく、ほんのり。やっぱりクリスマスデート何があるかわかんないですよね。はい、もうね、ちゃんとこうやって唇をプルプルさせときましょうそしたら剥がしますね。もったいないんで首とかね、この鎖骨のとことかにも私はやります。今回のメイクはみんなにすぐ真似してもらえるようにプチプラなものだったり、まっすぐね買いに行けるようなものを集めてやってみました。その中で私が選んだベースメイクはこれなんですね。コスメデコルテのサンシェルターマルチプロテクショントーンアップ CC の01番。まあ、ちょっとぶっちゃけこれは値段が他のコスメよりかは高いです。いろいろ下地持ってるんだけど、4ヶ月前ぐらいに買ったのね。そっからずっと使ってて良すぎて、私の中でもお気に入りのものでみんなに紹介したかったので、まずこれを紹介させてください、はい、このぐらい取ってこうやってボン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 って伸ばした後にスポンジで伸ばします。 ST ローダーのスーパープロフェッショナルメイクアップスポンジ、これで伸ばしていきます。このスポンジが本当に良すぎてもう何個もストックしてあるんですけど、すごくね柔らかいスポンジなんですよこれ。ちなみに私は自分の肌は乾燥肌なんじゃないかなって思ってます。乾燥してると毛穴の開きもすごいし、あと赤みが出るんですね私の肌。そんな乾燥肌の人にもすごくおすすめの下地で、保湿力がねこれめちゃくちゃ高いです。ナチュラルにトーンアップしてるの分かりますかね。適度に補正されるからブルベとかイエベとか関係なくみんな使えるアイテムかなって思います。結構乳液っぽい感じで使い心地はかなりいいです。ソポのリキッドコンシーラー01番を使います。ファミリーマートに入ってるブランドなんですけど、私ねコンビニに入ってるコスメ大好きすぎて結構漁るのね。その中で見つけたのがこのコンシーラーで、ヒアルロン酸とかの保湿効果の高いものが配合されて、今の乾燥する時期とかにはすごくぴったりなんじゃないかなと思って試しに買ってみたんですよ。そしたらねめちゃくちゃ良かったっていう。気になるクマのとこにこうやってのせていきます。見てわかるかな、かなり伸びがいいのね。じゃん、あこっち塗んなければよかったね、最悪。私はクマひどい方なんで2度塗りくらいします。乾燥してなんか目の際とかがパサパサしてるのがすっごい嫌だったのね。でもこれはもう全くならない、本当に全然パリパリしない。あ、洗濯機。はい、こんな感じでかなりカバーできたんじゃないかと思います。すごく伸びがいいので全然テクニックいらずで簡単にこうやってポンポンするだけでカバーできる、これも最高。続いてクッションファンデなんですけど、こちらです。クリオのキルカバーメッシュグロークッションリネンっていうカラーを使ってます。中開けるとこんな感じでメッシュになってるんですね。テクスチャーは結構緩め、今ちょっとだけツヤ感あるの分かりますか。これにさらに、まあ、程よいツヤ感をプラスしていきます。これ本当にちょっとつけるだけでめちゃくちゃつくから、少しずつ、ちょっと鏡見ますね。
私これと黒の方を持ってるんですけど、黒よりもこっちの方がつけ心地が軽くて、黒の方が若干しっかりメイクしてるな感が出るんですよ。黒もねすごいカバー力があっていいんだけど、私にはちょっとありすぎるかなっていう感じでした。でこっちだと程よくなんかツヤ感あって綺麗な肌、時間が経てば経つほどすごい密着してくれる感じがあるんですよ。そうだから朝にメイクして夜まで全然持つクッションファンデだなって思いました。そしたら続いてパウダーに行きます。キャンメイクのシークレットビューティーパウダー E の02番を使っていきます。さっきのベースメイクでこうなんかニキビとか赤みとかはカバーしっかりめにできてるので、まあ、ちょっと肌をソフトにするようなイメージでこのパウダーをつけていきます。一回手でオフしてテカってるところなどを押さえる感じでポンポンします。ここら辺も重点的にパウダーします。ここも変にテカるとなんか嫌な感じになるのでね、ここを押さえますでしょ。ここの毛穴が一番こう集中してるところ、そう、これでしっかり毛穴レスの完璧な肌になります。眉毛をやっていきます。キャンメイクのミックスアイブロウカラーの C01 番を使っていきます。ピンクみのある優しい眉毛を作っていきます。まずここのブラウン取って、眉毛隠れちゃうんで特にこだわりはないんですけど、平行だね。あと私ここの前頭がないのでそこも、あとね、私ねめちゃくちゃおすすめのフィルムアプリがあって、それもね最後におすすめしたいので、最後ここをこうやってミックスさせて、それを上からファッファッファッファ、眉毛の色が濃すぎてもあれなんでそんな主張しないでねくらいの感じで、優し眉。そしたらシェーディングいきたいんですけど、この2つを使っていきます。キャンメイクのシェーディングパウダー04とこちらキャンメイクノーズシャドウメーカー02番を使っていきます。こういう大きめのブラシにとってファファファ首の後ろまで入れます。シェーディングはねこの首の後ろまで入れることによって写真撮るときにめっちゃ小顔になります。 OKOK。 ブルベ夏の肩とかにすごく青色なのかな。これをはい、彫りを深めるためにここにフィットするので、この筆がこれねエチュードハウスの筆だ。これめっちゃ好き。ここに入れるとね鼻先がちょっと丸く見えるから、そこにまたこの白をねここにさって、そしたら次アイメイクに行きます。キャンメイクのプランプクコーデアイズの01番、これさえ持っとけばもうどんなメイクでも使えるから、はい、これはもう本当に最高です。これはローチローザの涙袋用のブラシ、ちょっと固めのね、それにこれをとたっぷり塗っていきます。はい、こんな感じ。そしたら今度は付属のチップでこのここのブラウンでこの目の際に、私のメイクは垂れ目がポイントなのでここで垂れさせてあげます。ビセのニュアンスデューイクリエイターの PK さんノーブルピンク、色はこんな感じでザ・ピンクっていうのを使っていきます。上の2色がちょっとわからないね、見つからないと思うんだけど、こんな感じ肌にのせると。じゃあまずベースでこの色をアイホール全体に入れます。こんな感じ。そしたらこっちのピンクをこの少しずつ、歌舞伎にならないくらいのバランスで細いチップの方を持って、こっちの白身の入ったピンクを涙袋の黒目の下に入れます。涙袋ぷっくりします。はい、見てください、めちゃくちゃ涙袋が爆誕したと思いませんか。そしたらフーミンのシングルブラッシュのシカモアブラウンのチークを使います。プラザとかロフトに売ってるコスメです。これをね取って涙袋の線にします。超ナチュラル。そしたらこのチークを取って、やっぱチーク入ってると可愛いよね。目の下人差し指くらいこうやった時にこのかかるぐらいの高さに入れます。ってやった時のここら辺は外側よりもちょっと内側目に入れることによって
可愛らしい雰囲気を出すことができます。ウォン・ジョンヨ先生のダイヤモンドライナー03メープルティーっていう色があるんですけど、このぐらいのナメカンだと変にほっぺとかに落ちてこないし、ちゃんと密着してくれるので、これだったらいいと思います。また調整してさっきの上に重ねますね。こんな感じの目元になりました。キャンメイクスリムリキッドアイライナーの01アイライナーブラックなんかめっちゃ下手くそ。下げてちょっと長め、こんな感じ。まつげは上がれば何でもいいです。私が使ってるのは資生堂のビューラーです。でね、めちゃくちゃおすすめのマスカラがあるの。 MF メタルブラシマスカラの02ナチュラルブラウン。これもね、ロフトかプラザに置いてあるんですけど、ここがねメタルになってるんですよ。こんなマスカラ私初めて見たんだけど、だからなんか水洗いもできるよみたいな。マスカラは黒でもいいんですけど、やっぱちょっと温かみのある目元、ナチュラルな目元ということでブラウンでいきます。まず真ん中から、つけまつげつけたのみたいな風になるんですよ。しかもあと全然まつげ落ちない。見て、なんか持ちがねダントツでいい。いや本当にダマにならない。まつげちゃんこんな感じになりました。ロム&の Z マットリップスティックの22モーブビーンズっていう色をやっていきます。これはマットのリップなんですけど、さっき塗ったグロスで結構唇がプルプルなのでマットすぎずな仕上がりになります。ねえこのリップ本当に可愛い、大好き。ハイライト忘れてました。ミュアイスウルミハイライターの02番サクラウェール、これを使っていきます。最後にブラシ取ってここに、とこの鼻先、終わりです。はい、できたので髪型と服も変えてこようと思います。はい、ということで完成しました。デートメイクということだったんですけど、どうでしょうか。さっき言ってた私のおすすめアプリなんだけど、オールドロールっていうねアプリがありまして、その中のピンクっていうカメラがあるんですよ。それのフラッシュありで撮るとめちゃくちゃ可愛いんです。って感じでね、すごいよね、音も鳴るんだよこれ。まあ、若干オレンジ味があるんですけど、ざっとこんな感じです。ちょっと光の感じで色味は変わるんですけど、ブルーのイルミネーションだともうちょっとピンクっぽくなったり、まあ、いろいろ光によって変わるので、でしかも盛れるっていう最高のアプリなので、みんなこれで撮ってみてね。はい、ということで参考になったら高評価お願いします。みんなイルミネーションに絶対に勝とうね。また次の動画を見てね。バイバーイ。せーのまこです。今日の動画は、せーのまこです。今日の動画はイルミネーションに絶対打ち勝つ最強クリスマスデートメイクをやってみました。最後までご覧ください。せーのまこです。今日の動画はクリスマスに絶対に打ち勝つ最強クリスマスメイクでいくせーのまこです。今日の動画は絶対に打ち勝つ何もうやだ。